ハロー YouTube ニーハオヨーコアンリンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、飛び出せバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語はですね、三品ということで、この三品っていうのはですね、まあサムソンのことですね。中国語で、三品って言いますね。はい、ちなみにね、三品といでですね、まあ四川省のね、古代文明の三星体と、まあそういうことになりますね。三神といですね。はい、今日はね、この三神ね、サムソンの、話題なんですけども、まあ今日のニュースっていうのは、まあサムソンも忍法からね、撤退すると、そういった状況にね、なっているということですね。まあこのサムソンね、中国中にね、もちろんね、工場があるんですけども、ここ数年ね、中国からね、撤退しているという話ですね。そんな中で、この忍法のね、サムソン重工かな、サムソン重工も撤退をするといった、方向性にね、動いていっていると、いうことですね。それでね、このずっとね、このサムソン、多分20年以上、この忍法でやっていて、まあだから古株になると、もうそこでね、20年とかね、働いているわけなんですよね。で、ここでサムソンに撤退されると、まあどういった状況になるかっていうと、もちろんね、スキルがあるので、まあ、次の仕事は見つかるだろうと思ってるんですけども、まあもし見つからなかったら、どうするんだと、それでね、やっぱりね、家族を養わなくちゃいけないし、中国国内であればね、高額のマンションのローンをね、組んでるんで、ここでね、失業してしまうわけにはいかないんですよね。高額のマンションと車のローンとかね、あるんでね。ここでね、いきなり仕事なくなったりとかね、給料を減らされたりとかね、まあ、転職してね、同じ給料の、職場がね、見つかればいいんですけども、それでもね、例えば、例えば忍法だったら、要は他の、省でしか仕事が見つからないとかね、そういった状況もね、あり得るんですよね。まあ、それでね、一部に、俺たちの生活どうしてくれるんだっていう人と、まあ、もちろんね、この20年間働いてきたということで、このサムソン重工にね、思いがある人たちも、たくさんいるということなんですよね。まあ、それでね、サムソン側としてはね、ここ数年中国国内の賃金がね、上がってきたということで、中国国内でね、生産するメリットがね、なくなってきたということなんですよね。まあ、最近はね、工場がね、どんどんね、東南アジア、まあ、ベトナムとかね、東南アジアの方にね、移ってきているんですよね。まあ、中国国内の賃金が上がって、でかつ土地代も上がって、もうなかなかね、利益が出ないような状況になってきたと。で、まあ、中国ってね、だから収入の 30% ぐらいがね、なんていうの、輸出によるものなので、まあ、そこでね、ここでサムソンに撤退されてもらうと、まあ、そのお金も出ないし、まあ、税収も上がらないということで、困った状況に、なってくるんですよね。まあ、これから、中国ですね、まあ、賃金は上がらない、高額のね、住宅ローンは残っている。だからほんの数パーセントね、工場が撤退されると、まあ、結構ね、困った状況に、なってしまうと、そういった状況になってるんですよね。でも、まあ、もう東南アジアよりはるかにね、賃金が高いので、まあ、結構ね、面倒くさい状況にね、なっていくんじゃないかなと、まあ、そういうふうにね、考えられてるんですけども、まあ、要はね、自国で全部自国だけで、できる、なんていうの、まあ、海外の企業に頼らずらなくても自国で生産して自国のブランドだけで、海外にどんどん出ていけるような会社っていうのが、まあ、あるにはあるんですけども、少ないのでね、ちょっと困っていると、まあまあそういった状況ですね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。